ベンツピルス国際空港とは、ラトビア北西の都市ベンツピルスの南西 5km に位置する国際空港である。2010年現在、ラトビア内で最も新しい国際空港であり、リガ国際空港、リエパーヤ国際空港と共に、ラトビアの3つの国際空港のうちの1つである。1975年、ベンツピルス空港は、コンクリートマイナスアスファルト製の滑走路1本と、 100、100メートルの中機場という小規模な空港として開港した。開港当時は一人の運航管理官と40から45人の従業員しかいなかった。航空機は、アン -24、アン -2、YAK-40、ミ -2 が使われており、飛行範囲は狭くベンツピルスリガ館及びベンツピルス、サンクトペテルブルク艦の2航路のみが運航していた。 商用運行に加え、各省庁による国境の紹介や石油パイプラインの監視、交通管制、漁場調査などの様々な用途にも利用されていたが、1983年に政府の政治決断によってハイミナトとなった。ベンツピルスが重要な輸送ハブになった1990年代の中頃になると、ベンツピルス空港を再建させる議論が始まり、 空港再建による効果と重要性の調査が行われた。この調査の結果、空港の再建が既存の輸送経路の効率を強化し、地域の経済活動を促進させるということが判定された。当時、ベンツピルスの市民や企業は空港を利用するためには、6から8時間かけて2 0 2トル離れたリーガまで行かなければならず、また、 ヨーロッパ市場、世界市場におけるベンツピルスの輸送ハブ能力の強化が求められており、空港を必要とする社会的、経済的なニーズが高まっていた。ベンツピルス空港再建プロジェクトは1997年に着手され、1999年から本格的に実施され始めた。プロジェクトはラトビアの国家交通開発計画の中で進められた。 そしてプロジェクトのすべてが実施された結果、2000年に空港の運航が開始された。開港間もない2001年にはマニュアル化された空港警備プログラムも開発された。そのプログラムは電気的なセキュリティシステムを確立し、旅客サービス設備に備え付けたという点で当時、最新だった。2008年4月11日にラトビアのフラッグキャリアであるエアバルティックが リガ国際空港への定期便の運航を開始した公式サイトハットイードベーシック。ありがとうございます。